実は今日のために密かに特訓を積んでたんですよ。私の修行の成果。実は今日のために密かに特訓を積んでたんですよ。私の修行の成果見せてあげますね。あんまり食べると動きが鈍りそうだから、ほどほどにしておかないと。